大丈夫かな。こんばんは。あ、こんばんは、こんばんは。はい。今日は完全に自分の練習で、一日が終わってしまったというか、これは違うかな。今日最後やります。これ終わらせないと。もう戻ってきたところなんで、今これ蓋完全に閉めてますけど、この完全に閉めたら何が起こるかというと、音がめちゃくちゃこもるんですよ。で、音が響かなくて途中で響きが落ちたり、響きこうやっていってるところでポーンっていきなり落ちたりするんだけど、その中でも自分の、頭の中で鳴ってる音のイメージを、そのイメージを深く深くしていく練習はできます。あ、ちょっと譜面台が高くなるだけで全然なんか違う楽器を弾いてる感じする。そう、今もっと響いたはずだけど、かなりこもってますよね、いつもより。それを聞き取って、豊かな歌い方になってるなと思ったら、残りのこっちの、セーブも豊かな歌い方に変わっていきます。これ割と上級者向けです。蓋を全部閉めるの。なぜかというと、耳をちゃんと使えない人だと音がこもるから音量でカバーしがちになっちゃうんだけど、音量でカバーするんじゃなくて、こもってる分さらに耳を使って聞いて、響いてるだろうなっていうイマジネーションを鍛えていく感じ。あと、その体を固めてしまいがちなので、こういうふうな音がこもったところだと、歌った時にかかる時間をそのまま使ってあげる練習をしてから、少しリズムの方に寄せていく感じ。リズムをまずはクリアしようと思ってリズム感だけ練習しちゃうと、このラブラブの感じを歌わないといけないのに、こういう風な感じで聴いちゃう可能性もあるし、ちゃんと筋肉とか関節を固めて移動するのではなくて、
移動するときに力入ってたらいけないんで、タッチして、打鍵して、その音が鳴る瞬間は支え必要だけど、弾いた瞬間にはもうこの離れていって、ここの次の音に4度上がって、どの音にこの音に行くまでは力入れない。で、今どの音鳴らしたけど、どの音を弾く直前には支えのための力入るんだけど、すぐ離す、手放す。これもセーブに分けて、こうやって練習してあげるといいです。これ本当に上級者向けなんで、蓋閉めて練習しないでくださいね。耳ができてる人だったらやっていいんだけど、できてないと耳を使って弾けない人だと音を固めて弾いてしまったり、音量で音を伸ばそうとしちゃったりするんで、ちゃんと音を伸ばせる耳を持ってる人というか、伸びてる音を聞けるか、もしくは頭の中で伸びてると確信を持ちながらイメージの中で響きを聞ける人は蓋閉めて OK。 Thank you.
美しく弾ける人はレベル高いんでね、これを音量でではなくて、ラーパーって弾くんではなくて、耳でちゃんと捉えて減衰していった先の音を出せる。で、その時に岩みたいに親指抜けたりするんだけど、それはまず音を出そうと努力している証拠なので受け入れてください。で、さらになんで抜けるんだろうなっていうのを考えてる。ここの部分、親指抜けるのはそのミレのレの音、高い音から低い音になって低い音を弾く瞬間にここの部分にちょっと力が入ってるなとか、それは人それぞれ理由は違うので自分で考えるしかない。自分の体の状態とか、指の、使い方と体の使い方をイメージしながら今歌いました。Thank you.
右手はずっと伸びっぱなしだから減衰していっちゃうんだけど、これいつも言ってるようにこのハーモニー聴きまくって、その中でずっとこの長い音とバスの音、バスの音はペダル踏み替えるんで、なくなっちゃうんだけど、さも頭の中で鳴ってるように、そしてその中にでやれば、この伸びてる音がこの低音部のうるさい音、低音部ってすごく重くなっちゃうからうるさくなっちゃうんだけど、耳で整理しながらこの音に持っていける。で次、もっと大事なところがあって、この小説の4拍目で休符があって、このこの1小節は休符で、その一度のことになるんですけど、どうしてってなって、歌ってる人をちゃんと感じながら弾くことによって難しいけど、その次の一度のどの音までエネルギーを持っていける。これを開いて難しいからといって、休符を感じてないで弾いちゃうと、音のエネルギーが途切れちゃう、ハーモニーの受け渡すエネルギーが途切れちゃうので、そうではなくて、こんな感じピアノマスク、あ、これピアノマスクっていうの、うん、聞くの大切、開けた方がいいよ。左手の粒、そう、取られてる。さっき弾けなかったね。さ、なんか蓋閉めるバージョンはアップライトの聞こえてる。そうですね、そうそうそう。あ、だからアップライトも耳を鍛える、本当に耳がいい人が耳を鍛えて体を自由にさせるっていう、なんかね、すごいすごい難しい練習方法ですね。絶対ね、結構な、僕もそうなんだけど、体硬くして弾いちゃったりとか、音量で、ねるさん、どうねるさん、ありがとうございます。ねるさん、ぷよぷよの方がピアノ配信に来てくれるのすごい嬉しい。よだれ出たら嬉しいね。何の話したっけ？ねるさん、ねるさん、待って、タトニアさん、待って、結構ピュオラーの人いて、面白い。早く弾くと音抜ける。あ、音抜ける場合は、本当にゆっくりと、あれです。音程を歌っていく。そう、早く弾こうとすると指動かしちゃったりとか、その、この上げる動き、指を上げる動きとか、無駄なその力とか無駄な動きを使っちゃうことが多いので、それの、後遺症副作用、なんかその悪いところが音抜けとか音がガーンって出ちゃったりとか、そういうところにつながります。なのでもう本当に音を鳴らす前に弾いちゃったからですね。
アンマスクって言葉初めて聞いた。左手の粒、あ、粒揃える、あの粒は揃えようと思わなくていいです。粒揃えようと思わなくていい、粒揃えようと思っちゃうと同じ高さからなんか、なんだろう、昔のヤマハの教育方法とかそうだったんだけど、なんていうんだろうね、あの感じ、耳で揃えようとするんじゃなくて粒を揃えるって、あの耳で揃えるんだったらいいんだけど、耳じゃなくて指の使い方とか体の使い方で粒を揃えようとすると音楽から離れちゃうから、本当に鍵盤に指つけた状態から、揺れ、あの画面揺れますこれから。あのね、鍵盤につけた状態、あ、もうつけた状態から音作っていく。あ、ごめん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 、指見えてないじゃん。もう一回弾かして。わかるかな、この音程歌ってる感じ。これをあの上からこうやって弾いちゃうと、あのなんだろうね、こんな感じで弾いちゃうと音粒立ちがいいとか粒揃ってるように見えるかもしれないけど、メロディーとして全然歌えてないので、なんだから逆に粒って揃わない方、あのちょっと語弊があるんだけど、粒は揃わない方が歌ってることになりやすいというか、なんて言ったらいいんだろうな、粒を揃えるっていうのはなんか違うんだよね。なんて言ったらいい、なんて言ったらいい、この言語が下手だけど、揃えるわけじゃなくてただただ歌えば大丈夫。ねめねめと、そうそうそう、そうなんですよ。そうだから粒立ちがいいっていうのは、耳でそれを調整してるんだとしたらいいんですよ、さっき言ったように、だけどなんか弾き方でそれをやっちゃったりすると歌うことから離れていってしまうから、クラシック音楽としての魅力が下がっちゃうって感じですね。はい、いや最後なんか通したいなと思ったけど、ちょっと難しいな、あの難しいなっていうのは音量がいっぱい出ちゃうので、いや今日の部分だけ弾くされてる状態から。
しかも、すくい上げるというか、音をすくい上げる。まあ、最後、少し、まあでもこれ、上から下に、こうやって、カッコつけてやるのはいいんだけど、本当に上から下にこうやってやっちゃうと音汚くなっちゃうから、掴み上げた上で、この動作をするんだとしたらまだいいです。ただ、やっちゃいけないのは、こういう終わり方ね。これただ汚いことなんで。じゃなくて、ちゃんと掴み上げてから、フッて弾んだら OK。こんばんは。ってことですね。はい。お疲れ様でした。あ、初見さん、すいません、初見で来てくださったんですけども、終わる時間です。はい、ありがとうございました。今日ね、自分の本当練習で精一杯すぎて、終わるのが、練習終わるのが遅くなって、配信も遅くなってすいませんでした。雑談にしちゃおうかなと思ったんだけど、とりあえずこの革命終わらせないと、いけないなと思って、あとあれも終わってない、あれモーツァルト・ボロドスのトルコ行進曲もまだ最後まで練習解説終わってないんで、それも今週中にやれたらいいなと思っております。そうなんです、アスポンさん終わってしまうんです。あ、皆さんめっちゃありがとう。おー、待って、95人も来てる、ありがとうございます。あ、高評価も13個もありがとうございます。というわけでまた明日お会いしましょう。お疲れ様です。ありがとうございました。